ワクワクやその2回は負けちゃったなって人はあのフリーライズ買ってもらえないです。勝者側呼び出し、ラバリータマーウ、ラバリータマーウ。さあザイムス VS ジーツーファージ、こちらもミラーですね、リンクミラー。さあミラーが多い広島となってます。さあ展開スマブラで下内から上京。さあ T2 ファージ T2 ファージさんの、リンクが、黒で、ザイムスさんが、紫色の、リンクですね。さあ30対 15%。 おっとこうしまして、おっと掴んでいる上京口上。さあ横京からくしくしゃ上京上京口上自動勝て。さあ口前、さあ出しちゃった口前、しっかりガードしている横スマッシュ撃墜しない。さあリンク多い口前。さあウィビー さあしっかりと、あらら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 、あらららららら、なんかリンクが高速で下に落ちていきましたが、さあ見なかったことにしましょう。あ、よこしません、これは怖い。さあニュートラルビー風に乗ってきた。これはいや、おお、なるほど、爆弾があったのでとりあえず上に行くと見せかけて下から行くという感じですね。さあおっと爆弾、ここで爆弾が上投げて空中へ、しかし当たらず空中にジャラル。おっと空中前、これは飛ぶ。さあリンクの、そうなんですけど1段目がかなり飛ぶんですよね。しかしさっきから会場からあーしか聞こえないあーしか聞こえない。さあ3対 46%、 少し財務さん押されていますが、さあリンクの先ほどの空中前などの吹っ飛ぶ攻撃が当てればそんなもの関係ないっていう感じですね。さあ飛び道具を巻きながら重い刺激を狙っていくような展開になってます。横スマッシュしっかりと回避見ていた。しかし先ほどと一緒でリンクが重いのでしっかりと生きている。爆弾、これ危なかった。横強しっかりと、あっこれは生きる。さあ様子見て、おっとベースマッシュ狙っていく。横スマッシュやり返す。さあ空中前、ああ出しちゃったく、おっと上京撃墜はしない。さあリンク重いぞ。しかしそろそろ財務さんが危ないか。コシュン横京、横京さあしっかりと狙っていく。そうですね、あの状況だともう安定タックって感じがありますが、しっかりと貪欲に狙っていきましたね。さあ1本取ったのは T2 ファージ。まさか間違いこっちでしたね、申し訳ない。ワンピーが T2 ファージさんですね、失礼いたしました。さあ2回戦、第2回戦のリンクミラーですが、さあお互いに爆弾を開幕で出している。上京宇宙に出られる、車内から上スマッシュは繋がらず、ジャクジャクジャク123繋がっていく。横京空中にダル、空中にダル、上京上スマッシュ狙っていく当たらず。さあしっかりと空中にダル差し込んでいって横スマッシュしっかり連携でいっていく。いやー、はい、おっと先ほどみたいな急降下はやめてほしいが、さあどうなるか、使えない。さあブーメラン刺して Z 強いクロスショット、上スマッシュしかし当たらず、横強で安定、しっかりと反撃取っている。さあ爆弾置いて、クシャ攻めてくる、空中前、差し返す。さあクシャ、さあブーメラン掴んでいる、さあ投げて横スマッシュ狙っていくが当たらず、逆に横スマッシュ上スマッシュ、なんだこれ横スマッシュ。さあ決めていったのはさあザイムスリンク、お互いにスマッシュブラザーしている。さあジャクジャクジャク123ブーメラン空中しろ差し返す、ダッシュアタック、これも怖い。横行空中前狙っていく、おっとスマッシュしかし撃墜にならず。
空中前寄せて空中ニュートラルで着地をごまかす。さあ爆弾から空中前ダッシュアタック危ないぞ。さあ回避上がり5秒5秒弱寄せて、おっとしかしニュートラルで割り込んでいる。空中ニュートラル掴んで空中ニュートラル当たらず、空中ニュートラルから寄せて空中前空中車、さあ回避を見越していか。さあ空中ニュートラル空中前当たってしまう。さあ T2 ハージさんが少しずつがやられ、おっとしかししっかり回避上がりの後すきに、後すきというか回避上がりわさで上京を打ちましたね。さあ 89% 対 0% つかめない、逆につかんで回避着で暴れる。さあしっかりと回避上がりに対しても弓を置いている上京、上そしておっと空中した反対強いですね。おっと空中前これは見えない。そうですね、ジャンプ飛んだから解いていいでしょうと思ったら空中前が飛んできたって感じですね。さあお互いに知識を見せ合いっこですね、取り返していくザイムスリンク。さあ11のビハインド、いい勝負。さあステージは戦場に変更。サラダン、さあ今度は台があるステージで戦場なので飛び道具は生かしやすいと思えば生かしにくいような状況ですが、さあお互いどういう風に展開を作っていくのか。上京から空中へ続かて当たらず、さあ爆弾下に投げたから空中にいたらつなげようとしたがわずかに距離が足らなかったか。おっと上が見えていた、おお掴めない、ブーメランに乗りながらダメージというか投げつかみの判定を伸ばそうと思ったがうまいこといかなかった。さあ上スマッシュでしっかりと反撃取っている。おっと空中下が見えた、空中で差し返す、本当にいい意味で差し返していきました。さあ車内から空中前上スマッシュ、さあ爆弾、おっと爆弾で相殺している。空中前ガードしている、空中でしょ、空中ニュートラル、空中爆弾からニュートラルつなぎていく、ガスガード、おっと掴んでいる、横差しで狙っていくが当たらず、弱弱123空中前飛ぶぞ、横強横差しちょっとコールドしてたが危なかったが耐えている。いやーうん、いやー横行く当たらず掴んでいる、下内から空中へ当たらず、おっと上スマッシュメーターが空中メーターで割り込んでいる。さあどっちのブーメランだ、はいブーメラン、おっとこれ撃墜するかギリギリ、さあほんとギリギリですね、掴んでいる、逆に狙っていくか、撃墜はしないが展開は取れる。よくよ弱弱13、さあ弓矢お互いに撃墜が見えてこない、おっと動きよ、さあ一つの差し合いで財務さんがリード、しかしもうこの状況ですが何当たっても死ぬと思ったら空中前2段目、さあお互いボム当たっている、空中ニュージャル、おっと掴んでいる、上スマッシュ、おおっと、さあ空中前横スマッシュ空中に打たれる、上強上強ブラ当てて、おっと掴んでいる、空中に打たれる横スマッシュ、さあ貪欲になっていくボム、いやーさあしっかりと回転切り当てていく、掴んでいる、掴めない、逆に掴んで様子見ようと思ったら空中に打たれる、差し込んでいる、いやーよくよ危ない危ない、さあ上お横スマッシュ横スマッシュ、さあ貪欲に狙っていく、よくよ、さあダッシュアタック狙っていく、そうですね、もしかしたらガードクラッシュのコンボになっていたかもしれない。さあ空中前2段目、空中へ空中、おっとこの台を利用した上スマッシュ撃墜、さあミラーを制したのはザイムスリンク。
やー